はいどうもキリハです。エリア24ノーマルのパズル解説は前回にやりましたので、今回はハードの方をやっていこうと思います。まあ、すぐにやらなくてもハードの2倍の時にやればいいと思うんですけど、一応動画は先んじて載せておきます。それでは早速やっていきましょう。はい、それではハード24の1に行きましょう。ここはチャレンジミッションで5ターン以内なので、星3クリアをすればおのずと達成できます。こちらに爆発の舞台、左に振動の舞台を置きます。爆発の舞台を左に、振動の舞台を左上に持ってきてワープさせないを選びます。爆発の舞台を左に、振動の舞台をクリックしてワープさせまして下に持ってきます。はい、そうしましたら振動の舞台を下に、爆発を左上に、このまま爆発の舞台で左上の青奇跡を回収しまして振動の舞台を右に持ってきてワープをさせます。最後のターンで振動の舞台でボスを倒して終わりになります。お疲れ様でした。はい、それではハード24の2に行きましょう。ここもチャレンジミッションは6ターン以内なので、星3クリアをすれば問題ありません。右上に爆発の舞台、左下に振動の舞台を置きます。爆発の舞台を左に持ってきてワープさせないを選びます。振動の舞台を右下に、そうしましたら爆発の舞台をクリックして移動させます。そしたら右上に持ってきます。振動の舞台を右下に持ってきてワープさせないを選びます。そしたら、爆発の舞台から動かして右上に、これ以降爆発の舞台は動かす必要がありません。振動の舞台を左下に、振動の舞台を右上に持ってきてワープさせます。フェーズを終了、振動の舞台を右上に、フェーズを終了。最後のターンで振動の舞台を右上に持ってきて相手のターンで終わりになります。お疲れ様でした。はい、それでは最後にハード24の3をやっていきましょう。ここはチャレンジミッションで6ターン以内にクリアなので、星3クリアをすれば OK です。でここは3部隊構成ですね。真ん中に爆発の舞台、右にボス戦を行う振動メインの舞台、左にサブの振動メインの舞台を置きます。まずサブの振動の舞台を下に、爆発の舞台を右上に持ってきます。次に振動の舞台を左上に、次のターンでメインの振動の舞台から動かして左に、爆発の舞台と入れ替えをして左上に持ってきます。
タブの振動の舞台を下に。はい、次のターンでサブの振動の舞台から動かして下に。爆発の舞台を左に持ってきます。次にメインの振動の舞台を左下に。はい、でちなみになんですけど、サブの振動の舞台はこれ以降使いません。使わないわけないなって思ったりとか、ここの落ちる床があるんで、これで落として戻して移動したりっていう方法があるのかなと思ったんですけど、全然使わなかったですね。騙されました。めちゃくちゃ悩んじゃいましたね。爆発の舞台を右に、振動の舞台を左下に持ってきます。ターンを終了。爆発の舞台を右上のワープゾーンでワープさせます。振動の舞台を右に、ターンを終了。最後のターンで爆発の舞台を右に持ってきて、振動の舞台と入れ替えをしてボスを叩いて終わりになります。お疲れ様でした。はい、ということでエリア24のハードのパズルを解説していきました。皆さんの参考になれば幸いです。それでは今回はこの辺で、よければ高評価も押してくださると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。